はい、杉並区の白山神社の中にある三峯神社ですね。石像あるかというより、ここはですね、レリーフという珍しいものがあるんで、お見せしますというか見えてますけど、三峯神社、かなりね、周りが住宅街ということで、これはあんまり見たことないというか、私も象巡りして初めてですね、あるっていうのは知ってたんですけど、これですね。すごいですね。狼がこの柱っていうんですか、これに埋め込んである感じですね。これすごいですよね。この方誰ですかね。お、2人いらっしゃる。こっちの像も興味がありますが、ちょっとレリーフという平面なんで、ちょっとお見せするのもこういう感じしかできないんですけど、結構レリーフ像っていうのも狼像かっこいいですよね。こう 3D というか 2D みたいな感じですけど、ちょっと浮き上がってる感じでね、ちょっと目元がまた怖い感じで、これはいいかもしれませんね。はい、杉並にあります白山神社の中にある三峯神社の、珍しい狼のレリーフ像でした。